小さなカフェバー、50人も入ればいっぱいのお店、わははの多部さんが主催した会、稲葉さんのお別れ会場、若手と一緒に会場を作り、フロアを片付けてテーブルを並べ、壁一面に稲葉さんの写真を貼った。台を置いて祭壇を作った。花を飾って写真立ての写真を立てた。寂しくなるのは嫌だからと多部さんが用意したのは、凛の代わりにラッパを一つ祭壇の前へ置いた。ラッパを鳴らすと重苦しかった。みんなもふわっと笑って笑いの好きだった稲葉さんも写真の中で笑った。午後3時開場するといろんな人が集まってきた。テリー藤さん、高田純次さん、稲葉さんの仕事仲間。会が始まってすぐ歌を歌った。稲葉さんと一緒に作ったあの歌、その後流した稲葉さんの映像、元気な稲葉さんが笑っていた。たった一人で来ていた女の人が、誰と話すわけでもなく目頭をずっと押さえてた。多部さんの元へ行き、こんな素敵な会を開いてくれてありがとうと言うと、祭壇の前へ行き手を合わせて、そしてラッパを鳴らした。一人で来ていたその女の人が少しだけ初めて笑った。また別の人はちゃんとした式を開いてあげればいいのにと言った。きっと寂しかったのねと分かったようなこと言うやつもいた。俺は心の中でうるすおめが何が分かるんだとつぶやいた。また別の知らない人が僕のそばにやってきて、まるで昔から知ってるかのように笑いながら話しかけてきた。そうか、君が玉井くんか。稲葉がよく言ってたんだ、面白いやつがいるから今度三人で飲もうと。初めて会った人の前で
涙が溢れそうになった。その時向こうからラッパが鳴って、また誰かの笑い声がした。多部さんはその日何度も同じ曲を歌ってくれと僕にリクエストをした。僕は歌うたびに稲葉さんの笑い顔ばかりを思い出してた。好きな映画の話をする顔、ネットテレビでふざけ合った顔、筋子のおにぎりをうまいと笑いながら食べる顔。この日のために新曲も作った。稲葉さんに向けた新曲を歌った。でもその稲葉さんはもうどこにもいない。歌いながら虚しさに包まれた。その時高田純次さんが祭壇の前へ行き、ラッパを一つ鳴らした。稲葉さんは山梨の山奥へたった一人で車で行った。窓にテープを貼り、練炭を積んだ車の中で発見された。フロントガラスには張り紙があった。食べたくにいますと書かれていた。稲葉さんは多部さんのたった一人の弟子だった。夜の十時まで続いた会の終わり、後輩ディレクターの杉さんが俺にこう言った。俺は絶対稲葉さんを許せはしない、許さないと。片付けの始まった会場の向こう、その時多部さんがラッパを鳴らした。すかしたラッパの音、白いラッパの音、悲しいラッパの音、怒りのラッパの音、そしてさようならのラッパの音、いろんなラッパの音が鳴った。頑固で意地っ張りで、そのくせめめしくて、飲んではよく喧嘩もしたけれども、俺はとにかく稲葉さんが好きだった。さよならするのが嫌だったから。ラッパがたくさん鳴った夜、俺は一度もラッパを鳴らさなかった。この曲の最後に僕もラッパを鳴らします。稲葉さんさようなら、今までありがとう。さようならのラッパー。
さよならのラッパー、さよならのラッパー。